これはなぜか記憶喪失になってしまった女優桜庭奈々美をめぐる三菱地所のドラマ CM である。ここはどこ？ニューヨーク。桜庭さんが来たいって言ったんでしょ、はあ、とにかく早く記憶取り戻してくださいね。いつまでこんなトライアンドエラーを。トライアンドエラー？ワンエラー？ロックフェラー？強引だ。そう、三菱地所はロックフェラーグループを中心にアメリカでも街づくりを進めて。あ、もう慣れたよ。思い出した。え、私は三菱地所の CM タレント桜庭奈々美。そうよ、私を三菱地所に連れてって。おお。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループ。そろそろラブストーリー的な終わり。え、終わり。三菱地所東京ディクショナリー brought to you by 三菱地所。東京の今をキーワードから切り取る三菱地所東京ディクショナリー。桜が満開となった東京、今週末に向けて今日も少し雨が降ってますからね。そろそろ散り始めてしまうのかどうか。季節は一年で最も過ごしやすい季節へ。お出かけシーズン本番ですが、今都心で楽しめるピクニックが注目を集めているんです。それが今朝のキーワード、ブラウンフィールドピクニック。ピクニックといえば自然を求めて野山へというのが、まあ、多くの方が持つイメージじゃないでしょうかね、うん、今日取り上げるこのブラウンフィールドというのは、もともとは産業跡地など都心にある遊休地のことなんです。必ずしもそういった場所に出かけるものではないんですが、まあ、簡単に言えば都市の中で場所を探して楽しんでいこうというピクニック。都市の風景の楽しみ方を再発見する意味もあるんだそうです。ではなぜ今この都市型のピクニックが注目されているんでしょうか。東京ピクニッククラブ代表の伊藤香織さんにお話を伺いました。最近工場萌えとか土木萌えとか、あと団地萌え、ビルマニアとか、今までだったらあまり鑑賞の対象にならなかったような景観をめでる人たちが増えているように思います。緑に囲まれて、それから花を眺めながらピクニックをするっていうような、その自然を見るピクニックもあり得ると思うんですが、それだけじゃなくって、それがあるんだったらじゃあ工場を眺めながらピクニックをしたりとか、橋を眺めながらピクニックをしたりとか、そういう楽しみも成立するんじゃないかと、ということでブラウンフィールドピクニックっていう概念が受けているんじゃないかと思います。団地萌え、工場萌え、これまで対象、そうです、ピクニックというより鑑賞の対象にもならなかったような景観そのものを楽しむ、めでる人たちが増えている。さらに伊藤さんは、決まりきった形式の娯楽に飽きているという人も多いんじゃないかとも、そんな風に分析されてるんですね。さあ、そんな新しい形の都市型ピクニック、続いては東京のおすすめスポット教えていただきました。私が一番おすすめしたいのは皇居外苑です。都内でもあんなにふかふかで、もう絨毯みたいな芝生っていうのはほとんど見たことがないんですが、丸の内のビル群を眺めながらピクニックをしたり、それから休日だと日比谷野外音楽堂の音楽が風に乗って聞こえてきたりして、本当に気持ちのいいピクニックができます。それから都心からちょっと離れますが、羽田空港のお向かいの城南島海浜公園とか、最近東京ゲートブリッジができた若洲臨海公園とか、まあ、そういった臨海部ですね、そういうところは現代の東京らしい風景を眺めながらピクニックができる、すごいいい場所なんじゃないかと思います。皇居外苑、芝生がふかふかだっておっしゃってましたね。僕も好きです。丸の内のビル群がね、素敵でね、日比谷野外音楽堂から風に乗ってくる音楽を楽しむなんて、粋というかおしゃれですねこれね。それからゲートブリッジ近くのあの若洲臨海公園、ここも本当にいいですよ。僕も行って驚きました。すごくいい、空が広くて気持ちいいです。家族連れがね、いっぱいいて、子供たちの笑い声がして、
ちなみにアメリカなど海外では都心で休憩それからピクニックする人多いですよね。ニューヨークのセントラルパークなんかもね、週末になったらバーッと人が増えますけど、東京の公園の面積1人当たり 5.2 平方メートル、ニューヨークはなんと 29.1 平方メートル、ロンドンも 26.9 平方メートル。もう一回言いますよ、東京は1人当たり 5.2 平方メートル。もっともっと東京に緑を増やしたいですね。次のお休みどうですか、ピクニックに出かけてみては。昼休みに、そうです、プチブラウンフィールドも楽しそうですよ。三菱地所東京ディクショナリー、今朝はブラウンフィールドピクニックというキーワード切り取ってみました。